こんにちは、速稼塾の久保でございます。先日ですね、アマゾンが今年中にビットコインを決済に導入するとか、来年からは別のアルトコインを検討しているというね、そんなニュースが飛び込んできたよということを私の動画の中でね、お知らせしたんですが、なんとこれがですね、出所不明ということで、アマゾンは明確にそんなこと言ってませんというふうに否定されたらしいんですよ。いや、これはね、不思議ですね。まあ、アマゾンから出たわけではないということは、どっから出たんやって話になるんですが、このアマゾンのニュースに絡んでですね、このニュース以前も出ましたからね、こういうこと何回も。でも市場は反応して価格をグッと上げたんですよね。そして、いや、あれはフェイクニュースでしたよってことが分かるに従って価格は落ち着いたわけですけども、でもね、いや、そうは言ってもアマゾンさん導入してもおかしくないよねっていうふうな投資家さんは、まあ、ホールドしているまんま決済してないのかもしれないですよね。アマゾンじゃなくてもいろんな企業がビットコインをね、意識して決済に導入しようとしてるのは確かなんですよ。で、そしてその他のアルトコインを使おうとしてるのも確かですよね。まあ、XRP はちょっとね、ブームが終わっちゃったみたいですけども、イーサリアムなりビットコインっていうのはこれから本当にですね、なんか決済の手段として提携企業がその中で使っていくんじゃないかなと思うんですよね。そして今回のフェイクニュースなんですけども、これちょっとね、ニュースソースはあやふやなところなんですけども、アマゾン自身が第三者を使ってそこから発信させた覚えがあるんですよね。そんな証言もあるんですよ。そして価格が高騰したのを見計らって、アマゾン自身が公式な会見を求められた時にそんな事実はないということによって価格の操作が完了するっていう風な見方もあるんですよね。暗号通貨の世界ではこういう風な出所不明のもっともらしい情報がですね、価格を動かすことって結構あるんですよ。ですので私は FX の理論理屈で暗号通貨が測れるかなと思っていたんですが、やっぱりね、ファンダメンタルズの情報の影響の方が大きいですから、暗号通貨はもう完全に情報戦ですね。だからそれで利益を生む人と利益を失う人がいますんで、 FX は単なる攻略のスキル、テクニカルというものをね、攻略すれば誰でも利益が取れるんですけども、暗号通貨に関しましては情報の扱い方と、で同時にですね、情報の見抜き方、情報を使わないっていうね、やり方ですね。この両方を身につけないと、情報リテラシーをかなり高めていかないと、まあ難しいなと思いますんで、やっぱりね、投資というよりも博打に近い要素だなと思いますね。情報通な人ってそんなにいないでしょ。で、大抵の暗号通貨の投資家さんの情報源ってなんと YouTube らしいんですよ。私も同じことをやってる身として言いますけども、 YouTube で情報を発信するってことは、その YouTuber さんはどこからかニュースサイトを見て、それをただ動画にしてるだけですから、ワンテンポツーテンポ情報を送れてるんですよね。ですんで、情報によって暗号通貨の利益を取ろうと思ったら、 YouTuber さんの元情報、ネタ元っていうものをしっかりと押さえておかないと、翻訳されて動画になったのを待っていたら、とてもじゃないけど、もう仕込みは手遅れってことになっちゃいますんでね、そこは気をつけた方がいいのかなと思います。私も情報ソースはお話しすることが多いんで、そこを参考にしていただければいいんですけども、私の情報ソースにしてもですね、そのソースを書いた記者っていうのはもっと前に知ってるわけですよ。そうなるとやっぱりね、 YouTube 上とか、それからブログ記事とか SNS とかっていうのも情報の一つとしては全然有効なんですけども、結局はどんな情報を扱っていくのか、どんな情報が市場にあふれているのか、これすでに金持ちによって操作されているんで、出がらしの情報しか私たちの元には回ってこないっていうようなね、側面もあります。もうご用心ください。これからもビットコインの情報、アルトコインの情報、さまざまなものが来るとは思いますけども、その瞬間自分の力量で判断して、なくなってもいい金額をきちんとですね、投資期間を設けて、期末を設けてエントリーするって形にした方がいいんじゃないかなと思います。どんなにね、プロフェッショナルな人でも毎回毎日勝ってるわけではありません。むしろ毎日負けを繰り返して、その小さな負けの積み重ねを大きな利益で補っていくってことの繰り返しですからね。だから勝つときはでかいんですよ、勝利の投資家さんは。負けるときは小刻みにロスカットで様子が見れるんですよね。ロスカット、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 大きな利益みたいなことを繰り返していくんですね。損傷利大の本当典型ですよね。
まあ、そういうふうに私は思ってますけど、皆さんいかがお感じでしょうか。とにかくアマゾンからのビットコインの情報っていうのはもうちょっと待ってみてください。